有吉さん、税金逃れ明美こと茂木健一郎の新芸野郎がブログでこんなこと言っていました。高嶋ちさ子さんの騒動で博士太郎さんが炎上されてるようだが、それが私のところにも飛び火してると見たら本当でした。かっこ笑い。念のために言っておきますけど、私は博士太郎さんではございません。時々バイオリンを弾いてる方ですよねと間違われますが、あくまで別人28号なので、そこのところよろしくお願いします。脳科学者からのお願い。うふ、うるせえブスどうせ炎上っつってもしょんべん引っ掛けられた程度だろ。持って話してクソつまんねえとか、お前ほんと脳なしだな。心配しなくても世間はな、綺麗なチンゲが博士太郎、汚ねえチンゲが茂木健一郎、税金納めるのが博士太郎、納めないのが茂木健一郎、豪邸に住んでそうなのが博士太郎、全焼したボロアパートから出てきたクソババアが茂木健一郎って覚えてっから大丈夫だっつーの。それより納めるもんちゃんと納めろ、税金28号。